ハブロックはアメリカ合衆国のオスカロライナ州の東部クレーブン軍の都市である。2010年国勢調査での人口は2735人だった。市内には海兵隊として世界最大の航空基地であるアメリカ海兵隊チェリーポイント航空基地があり、海兵隊第二航空団が駐屯している。ハブロックはニューバーンショート試験に属している。 ハブロックはインドで活躍したイギリスの軍人ヘンリー・ハブロックにちなんで名付けられた世界に8つある都市の一つである。ハブロックは1857年のインド大反乱と呼ばれるもので功績を残した。ハブロックのある地域は1850年代にハブロックステーションと名付けられており、この頃アトランティックノースカロライナ鉄道が 現在ミラー大通りとなっているところを横切る路線に駅を建設したのでこの名があった。南北戦争のニューバーンの戦いと呼ばれる戦闘では、この街が北軍の最初に上陸した地点となった。1862年3月11日、北軍アンブローズ・バーンサイド巡将の指揮する部隊がロアノーク島で乗船し、ハッテラスイリエで北軍海軍の砲艦戦隊と合流し、 ニューバーンに対する遠征を行った。3月13日、船体はニュース川を遡り、スローカムクリークに停泊し、川の南岸で不評を上陸させた。ロードアイランド重砲兵隊の一部が、現在アメリカ海兵隊チェリーポイント航空基地の士官クラブがある場所の近く、またカロライナ・パインズ・ゴルフカントリークラブの近くで上陸した。 北軍は9つの砦と四と41門の重砲を捕獲し基地を占領した。北軍はニューバー,ーンからメーコン砦の戦いに向かう途中でハブロックを通過した。南軍は何度かハブロックやその周辺地域を取り戻そうとしたが、北軍は南北戦争の終戦まで占領を続けた。現存する記録によれば19世紀の地元経済では、 テレピン油とタールなど海軍用物資の生産が大変重要だったことを示している。蒸気機関の発明により木造の船が建造されなくなったのでタールとテレピン油に対する需要は徐々になくなっていった。テレピン油の蒸留所の多くが家計の足しにするために密造酒の生産に切り替えられた。1940年、ハブロックには アメリカ海兵隊チェリーポイント航空基地が建設された。この航空基地にある海軍航空補給所が地元住民を雇用することになった。1959年、ハブロックの町が公式に設立された。1987年、ジミー・サンダースが市長になり、2014年まで27年間務めた。2013年、 元市政委員のウィリアム・エル・ルイス・ジュニアが選挙で624票対319票という結果で当選し、次の市長になった。ハブロックを通る幹線道路はアメリカ国道70号線であり、町の中心を東西方向に抜けている。ノースカロライナ州道101号線も町を通っており、この道路からアメリカ海兵隊チェリーポイント航空基地への入り口が2つある。 市の外側を迂回する国道70号線バイパスは2015年に建設が始まる予定である。クレーブン軍の軍庁所在地であるニューバーンは国道70号線を経由して北西に19マイルにある。大西洋岸にあるクリスタル海岸への入り口となるモアヘッドシティ町は南東に17マイルにある。ハブロック市はクレーブン軍の南部にあり座標では 北緯34度52分58秒整形76度54分33秒、北緯34.88278度整形76.90917度、34.88278-76.90917に位置している。地域には、アメリカ海兵隊チェリーポイント航空基地の大半が入り、北は、潮石のある、ニュース川まで広がっている。 スローカムクリークは、長席のある例であり、ニュース川から南にハブロック市の中心まで広がっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.6平方マイルであり、このうち陸地16.8平方マイル、水域は0.81平方マイルで、水域率は4.56%である。ハブロック市は九百六十年代と九百七十年代に、 建設ブームが始まっていた。1970年代に造成された埋め立て地の上に建設された家屋もあり、その土地は当時クレーブン軍が所有者であり、ハブロック市ではなかった。古い埋め立て地は1940年代と1950年代に使われたのが最後だと考えられている。しかし、現在多くの家屋の地盤が沈下している。ノースカロライナ州ゴミ処理管理省は、 我々はその場所を調査し、ゴミの性質と量を見極め、金属物資の存在が健康に影響する危険性があるかを判断しようとしている。最初の土壌検査により、土壌の中に金属分があることが分かったが、そのレベルは地域社会に住んでいる住民の健康に即座に危険を及ぼすものとは考えられないという声明を出した。ありがとうございます。